トゲモチセカンドです。今日はね、韓国のコンビニ CU で見つけたビッグそぼろクリームシュー食べてみたいと思います。韓国では結構定番のね、人気のそぼろパンっていう、なんか上に衣のついたちょっとメロンパン風のパンがあるんですけど、それのねシュークリームバージョンです。これも上に衣がたっぷり乗った、まあ、日本でいうクッキーシューみたいな感じなのかなと思います。はい、もちろん冷蔵保管です。こんな感じですね。ほら、このそぼろパンの特徴であるそぼろがそんな乗ってないな。思ったより乗ってない。でもなんか結構ビッグシューってだけあって、サイズが大きくて美味しそうです。いい香りがしてます。私ね、シュークリーム大好きなんですよ。特に今自分の中で、ちょっとカスタードクリーム、シュークリームブームが来てて、カスタードクリームが好きなんですよね。あ、すごい、これ、クリームが、クリーム結構入ってるって、わー、結構入ってる。ぎっしり。お、珍しい。スカスカパターンが多いのに。しかもそぼろが、そぼろはそんなにないかな。いただきます。これね、視聴者さんに教えてもらった、膨らんだ部分を下にするとクリームがこぼれにくいそうです。うん、中のクリームね、カスタードっぽくない。なんかこうミルククリームっぽい。周りの生地がボソボソパサパサ生地が美味しくないな。生地が、でもクリームがね、ちょっと昔懐かしのミルククリームっていう感じで、なんか懐かしさはあります。でも美味しいね。パウダー牛乳クリームって書いてる。でもそぼろ生地がいつものシュークリームの方が美味しいかも。どうだろう。ただ間違いなくクリーム量はすごい。本当にもうぎっしりクリーム入ってます。クリームはね、牛乳クリームでいいんですけどね。ただ個人的にはやっぱカスタードの方が好きですね、私は。まあまあかなごめんなさい、あのね、なんかまあやっぱりメインチャンネルもセカンドチャンネルもちょっとね、正直なレビューをしたいんで言いますね。生地、シュークリームって生地大事中のクリームはね、牛乳クリームで、まあ好き好み分かれるかな。私はカスタードの方が好きですね。で、まあそんなにね、そぼろパンみたいなプツプツ、ブツブツ、つぶつぶがあんまりついてないかな。ただ長所を挙げるとすれば、韓国のコンビニシュークリームでこんなにクリーム入ったのは初めてだと思います。今まで食べた韓国のコンビニのシュークリームの中では一番クリーム量は多かったです。本当にこれはもうすごい断言できる。以上、韓国のビッグそぼろクリームシューでした。